こんにちは、速稼塾の久保です。またいただいたメールから返信動画を作っております。今回ですね、5月の成績になりますけども、椎の木康春自己アフィリエイトの情報で6万円の売り上げを上げることに成功したということが一つ、もう一つ FX の方なんですけども、プラス29,825円ということで、10万円がおおむね13万円になったということで、月利が 29.8%が出ているということですね。いつもね、相場解説ご覧いただきましてありがとうございました。これからも分かりやすい相場解説に努めますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。この月利 29% という結果はトレード回数50回で、できたということでですね、29回がプラスになって21回がマイナスと、記録もちゃんと取れてますね。本当にね、このね、本当ちっちゃな差でいいんですよ。今回50回っていうことでしたけども、パーセンテージでいくと、そうですね、58% の確率で勝っているということなんで、6対4の勝率というものにね、非常に近いということで、順調なんじゃないかなと思います。ただやっぱり勝った時こそ自分のふんどしをね、締め直すではないですけど、兜の尾を締めるではないですけども、ここに書いてますよね、自分の実力からすると5月の月利 29.8% というのは上振れが出たに過ぎないと思いますので、6月は月利 10% 以上を目標に取り組んでいきたいと思います。そうですね、ちょっとブレーキかけていただいて、この1ヶ月で 29.8 っていうのは驚異的な数字なんですよ。これはやっぱり上振れも入ってるっていうふうに考えた方が油断せずに済むと思いますんで、だいたい月利でね、10% 前後を目指すようにして、結果 5% 前後とか 15% 前後っていうものが取れればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、これからもですね、もう1年 FX 経ったわけですから、まさにね、初心者というよりもこれからは初級者ですかね、初級者、中級者、上級者って形になりますので、初心者という気持ちはここで終わってですね、これからは、入門第一歩を進むんだということで、取り組んでいただければと思います。4月までの1年間は、携帯で塾長の動画を参考にエントリーポイントも考えず、上目線と言われれば買い、下目線と言われれば売りでエントリーして、したということですね。そうなんですよね。そうなっちゃうんですよね。そんな単純なものではないんですけども、まず最初は、一つのね、得意分野、得意技を持つことから FX を始めていただければいいんではないかなと思います。例えば包み足でのエントリーを得意とするのか、ダブルトップからのエントリーを得意とするのか、移動平均線のアリゲーターラインって3本のラインがありますよね。あれの見極めが正確にできるようになるとかね、いろんな切り口があると思いますけども、全部を一度に網羅して、それで勝ったり負けたりってのは非常に難しいんですね。一つの得意分野をマスターできるようにしていくところを目指すといいと思います。私はね、一番最初はダブルトップの時だけ売りで入るみたいにしましたね。本当にね、1ヶ月に1回か2回しかエントリーするチャンスがなかったんですけども、最初はそういうふうに、初心者ですからね、分かることが少ないんで、分かるところだけをやるって形にしてみました。ですからエントリーの回数すごく少なかったんですけども、だんだん分かるところがね、2つ3つと増えてくると、エントリーの回数も増えてきて、それにつれて勝率もできてきたということでございます。これからもね、よろしくお願いします。メッセージありがとうございました。